皆さんこんにちは、鈴海です。キラシャキーン。今日の動画は、これどうだ、鈴海チャンネル登録者1000人突破しました。ありがとうございます。だあーあやばいやばいやばい、くそくそ。はい、ということで、いつだっけ、鈴海のこのチャンネル6月ぐらいに始めて、今回、ありがたいことにチャンネル登録者さんが1000人突破しました。ありがとうございます。いつもチャンネル見てくれてる方、登録してくれてる方、感謝です。スタートしてからいろんな、企画とかいろんなネタとかで試行錯誤をしながら続けてきたわけなんですけども、いやでも本当に YouTube に出会えて、私の人生は180度変わったなと思います。自分の性格とかやりたいことを一番こう活かせることに出会えたなと思ってます。動画見てくれてる皆さんとか、 Twitter フォローしてくれてる皆さんとか、 YouTube 始めなかったら出会えなかった人たち、関われなかった人たちと YouTube を通してつながれたことが本当に嬉しくて、一回きりの人生だから楽しみたいっていうのをモットーに生きてるので、だからできるだけたくさんの人に出会いたい、たくさんの人と関わりたいっていつも思ってるし、だからそのきっかけにもなったなって思ってます、 YouTube 始めたことで。こうしてね、自分の動画、リアルな動いてる様子、自分というものをさらけ出すっていうのは最初はすごく勇気のいることだったんですけど、本当に始めてよかったです。皆さんに出会えて本当によかったです。今回ね、1000人っていう区切りでこういうね記念動画を出させてもらったんですけど、こうやって数に現れるとすごく嬉しいことなので、やっぱ結果って嬉しいことなので、これからも続けていこうと思います。楽しく続けて、そして自分磨きにもつながるように、もうザ・鈴海の生き様を見てくださいっていう感じになると思うんですけど、食べ過ぎてね、これ以上太らないように、でも美味しく食べて美味しく飲んでっていつも言ってるけど、これからも皆さんに楽しんでもらえるような動画を作っていけるように、鈴海頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。でね、そして鈴海初の質問コーナーをやりたいと思います。質問コーナーということで、この動画見てくれてる皆さん、一人一個質問くれたら嬉しいな。鈴海の質問コーナーは、この動画のコメント欄にくれた質問に答えていこうと思います。質問動画を作るまではずっと募集しようと思うので、どんどん書いてください。コメントいっぱいください。じゃあそんな感じで今日の動画を終わりにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴海でした。バイバーイ。いやーやばいやばいやばい。